おはようございます。おはようございます。さあというわけでやってまいりました、おきずのドアヤラスの当日でございます。イエーイ。来てしまったね、来てしまったね。なんかね、前日からねすごい雨の量でね、前日雨でした ね、 ねえ、なんかできるのかなみたいな感じだったけど、うん、とりあえず無事開催されているということで、ね、ドイツ現場に来たら、今ちょっとにわか雨は降っているんですけれども、無事大会はね今、開催されたということになりまして、今ね大会ではですねキッズの部が、用意ドンとなりまして、今キッズたちがね頑張ってあの走っているという、かわいいよね。ね、すごいよね、あの小さい時からでももう走って、うん、本当にね、なんかもう体が作られてたね。だって大人の部がね、キッズの部は終わり次第スタートとなります。まあ大捜査はね、あのポンズなので、もうすでに今ちょっと緊張し始めておりますけど、はい、ちょっと軽くね、体を動かして、はい、お磨きして、やっていきたいと思います。メンバーのお母さん方もね、の裏でできるときなさっておりますけど、はい、頑張っていきたいと思います。うん、頑張ってね。目指すは、怪我なく完走。はい。よろしくお願いいたします。さあというわけでスタートになります。あと2分後にね、用意どんなそうなので、私はもうちょっと後ろの方で様子見ながら行きたいと思います。とりあえずね、しっかりとバトンを渡せる。頑張りましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。ターンランでしてからバイクの方に行くって言ってたよ。一番最後のやつ終わったら、多分なんか直接バイクの方じゃなくてこう行けみたいなことです。始まりました、頑張れー頑張れ頑張れー笑顔笑顔、やっぱり予想通りだ。でもペースちゃんとしてるからね。そうね、キープして。最後全力でファイト、全力で頑張って頑張って頑張って全力でファイト。
らっしゃい。終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。なんとですね、最高タイムじゃないかな。すごいじゃん。25.14キロ、30分ちょうど。おお、よく頑張りました。10分は切れなかったけど、まあまあ大会の当日のアドレナリンとともに自己ベストは尽くせたんじゃないかと思います。よくやったよ。とりあえずね、タスキを次のベテランママに渡したので、頑張ってもらいたいと思います。応援頑張ろう。頑張れ。愛の命のバトンが今第三走者イヤンイヤンママに。ママさん頑張れ。はい、というわけで、こちらですね、バイク20キロ走を終えましたベテランママさんです。お疲れ様です。お疲れました。途中なんかね、雨が結構降ってきちゃって、ね、雷でちょっとねしなきゃな。今日のコンディションはどうでした？やってみて。ちょっとね、行く時が風が強かった。でもなんか思ったより早くて、ね、もう頑張りました。よくなんてね、意外と練習してなかったんでしょ。だって、ね、全然やってない。ほぼぶっつけ本番で20キロバイクやり続けてました。すごい、さすが。はい、もう彼女がね、元はね、ハーフのね、アイアンマンを完走したりとかも、今回こちらのね、チームマカで、バイクラン務めてくださいました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。後半のね、ラストランの、ヤンヤンママを応援したいと思います。頑張れ。前半です。ゴールで待ってるよ。ゴールで待ってるよ。練習と時と比べてやっぱ飛ばした。うん、あ、でも早い練習。早いでしょ。いやー、すごい、ね、止まらずに応援がやっぱ嬉しい。よかったです。というわけでチームまた大初陣となる今回の陽気ズノブ自腹さんを見事完走ということで、楽しめましたね。はい、次の大会ではチームまたの応援何卒よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。はーい。